さて、今からね、深夜のスーパーでミスターさんって人にね、あれだっけ、なんだっけ、なんかもらいに行くんだよ。酔い止め。酔い止めをね、くれよーって言ってね、もらおうぜ。なんかここに、なんか反応ある。あー、これ今戦うやつじゃん、どうせ。あんま深夜、この、みんなでサーチちゃんとしてる？おいし、結構サーチ、ねえ、めんどくさいからサボるんやな、ほんま。嫌い魚。よ。嫌いでー。あ、やっぱ、戦うやつや。俺も野菜はあんま好きちゃうけどな。野菜ジュース飲むからな、俺は。偉い。じゃあ行きましょう。チームバトル。スタートじゃ、行きましょう。はい、とりあえず、早送りで見守りましょう。あれ、あの左の妖怪なんやろな、あれ。ねえ。うわ、やっつけちゃった。あんま知らん妖怪でした。初めて見たかもしれない、今のやつ。よし。まあ、あとは見守っておきましょう、皆さん。頑張れ、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 頑張れ。でも、なるべく戦うんだったらね、おっと、極楽のナイス。エルシャクレルも出して、なんか、スキル上げたりとかね、してほしいんだけどね。見てみようか、これ。草食い男って言うんだ。へぇ。草食系男子ってことかな、つまり。なんか、そんな顔してるわ。おっと、さ、お祓いしてあげましょうか、せっかくなんでね。お祓いしてる間にね、大体戦闘終わってんねんな。この、現実っていうのは、非常に厳しくて、悲しい。お、間に合った。さあ、見事、お祓い完了です。やっつけてくれよ、行くぜ。よし。さあ、草を燃やして、立ちました。なんかアイテムくれよ。お、経験700もくれんの？めっちゃ高いやん、ボス並みやん。ねえ、イエイ。でも、友達になってくれんかった。なんか、モテモテ玉みたいなやつ、作っときたいな。なんかね、ズキュズキュンタと、あれだっけ、もう一人なんかで、なんかを組み合わせると、なんかもらえるみたいな。うん、俺聞いたことあるぞ。よいしょ。お、なんか、コン同士、ズキュズキュンタのコンと、なんか、モテモテンのコンだったっけな。それをね、組み合わせると出てくるみたいな。あれ、なにこれ？この人、ミスターさんって。お客様、ここはバックヤードですよ。掃除するとこですから、出ていただけるとね。ミスターってまさかゾンビ？あ、ミスターでございますよ。あ、ミスターさんっていう、ミスターさんって名前だと思ったら、ミスターさんね。びっくりした。よっちゃんに言われて、メイド、酔い止めキャンディーもらいに来たんだよ。あー、はいはい、キャンディーですね。どうぞどうぞ。いえいえ、ありがとう。いっぱいくれよ。一個だけ？あ、お題は結構です。よっちゃんさんがいただいておきますね。よし。さあ、これで。ヘリコプターにいつでも乗り放題じゃん。イエーイ。ここなんかやだな、ゾンビいっぱいおるやん。久々になんか話聞きに行こうぜ、この人に。お肉屋さんに。元気にしてるよ。お、いいとこ来ましたね。どうしたの？もう死んでるマートでは腐りかけ商品売り尽くしフェアですよ。あら、壁紙プレゼントしてるんだ。ありがとうございます。ゾンビオブザデッド。大丈夫なんですかこれ。なんかまたあるや、びっくりマーク。お客さん、入荷しましたよ、ゾンビパンツ。何ゾンビパンツって。ゾンビパンツはゾンビナイトを引き起こすアイテム。え、これすげえ便利やん。ゾンビパンツを履いて眠ると、あら不思議、ゾンビナイト。まあ、100ドルですがね。1万ドル ?100 ドルどっち？ねえ。え、欲しい欲しい買って、これ、10万ドル100ドルだよね。よかった。さあ、ゾンビパンツ手に入れた。イエーイ。どうやって履くのこれ。毎度やり。ゾンビ。自宅でベッドで寝るときに履いてくださいね。っていう。へえ、いいもんもろだな、これ。ね。今度なんかゾンビナイトを頑張って進めるみたいな回もね、どっかでやろうと思ってたんでね。俺寝まくってやらなあかんのかなと思ったけど、なんか案外、ね、これで楽できそうですね。で、なんか、なんだろう、結構前、ゾンビナイトやった時に、いっぱいみんなに聞いたやん、なんか、これどうしたらいいのって、わかめちゃんって言ってたんだけど、いろいろ教えてもらったからね、それ通りにまた進めていきましょうか。よし。それでは今から、よっちゃんのところに戻ろうかなと思います。よっちゃんいか。よっちゃんいかどこおんやろ？警告でいいのかな？ちょっとあんま覚えてないんだけど、なんか、あれ、ニューヨーマシティ行かなあかんはずやねんけどさ、ちょっと寄り道してるで。
また怒られるかもしれん、これ。おい、何やってんだ、おめえって言って。すいません。ほんとすいません。寄り道したいんです。メインストーリー、確かにな、俺メインストーリー全然やってないから、もうパート71とかやろ、今これ。やりすぎやねんって、別のとこ。長いのもあるけどさ、この妖怪ウォッチっちは、ほんと。なあ、みんな。みんなももう何時間プレイしてる ?100 時間ぐらいプレイしてんじゃん、みんな。やりすぎやで、ほんと。な。100時間でもなんか、このゲームだとそんなやり込んでる感じしないよね、正直言って。なんかまだまだできるもんね、正直。よいしょ。ストーリー終わって、育成もしてっていう風にするとね、ほんと。すげえわ。よし。さあ、そんな金のトークも置いといて、ね、今から、酔い止めキャンディーでヘリコプター乗りに行きましょう。ヘリコプター前回すごいさ、変な起動したじゃん。なんか、右行ったり左行ったりとか、もういかにも酔っ払いですみたいな。ねえ。よいしょ。ウェイ!よし。もう大丈夫でしょ、これで。よっちゃーん。おう、酔い止めキャンディー。持ってきたよ。どう?安心してヘリ乗れるね。おう、ありがとう。助けてもらった例に友達になってるよ。え、別にいらないよ。よっちゃん。なんか垂れてんねん、口から、お前。まあ、いや、友達になった。ありがとうよ。よっちゃん。あ!なや、お前、大百科の一人やったんや。全然オッケー、友達で嬉しい。ランディングポイントで呼び出してくれたらヘリにすぐ駆けつけっからよ。ランディングポイントで A を押すだけだぜーって、いろんな場所であるからな、ランディングポイント。だから俺すぐ酔っちゃうんだよねー。酔い止めキャンディー取ってくれたら、酔いも収まるんだけどねー。定期的にキャンディーくれよーっていう。キャンディーどこにあんの?え、空に浮いてんのかな?いや、わかれへんわ。じゃあねー、酔っちゃう。バイバイ。うわー。よし、バッチリ来そうだぜ。バイバイ。酔っちゃう、ヘリゴー!大丈夫?すげえフラフラしてるで。すげえフラフラしてる。大丈夫?ほんとに。あーえぇ、ー、あのヘリコプター臭そう。乗り物、酔うでしょ。バッチリ解決。お見事!やったぜ。おぉ、また経験値700ももらった。結構経験値くれるクエスト多いね。ありがとうよ。サルレットボーナス。おぉ、金コケ欲しい、金コケ。頼む、頼む、頼む、金コケ。あ、これ金コケ狙えるぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。頼む、頼む、頼む。いいぞ、いいぞ、いいぞ、マジでいいぞ、マジで、もう一個。そこかい悲しみ。あ。ヘリ登ぼうぜー。よっちゃー、ヘリーゴー!よし。ここここ、俺行きたかった、ここ。ここ絶対なんかあれやろ、これ。ここどうやって降りんの?あ、降りるとこがないと。ダメなんだ、これって。いや、この上とかどっかに、あ、でも降りるポイントって、ランディングポイントを早く探せた方が勝ちにゃん。俺っちが勝ったら直棒一本にゃんって、どういうことやねん。やめない、やめない、これ。いやー、これ、出そう。出そう。あ、もう出る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 。マジ出る出る出る。危ないって、これ。ぶつかった、ぶつかった、ぶつかった。あかん、危険、危険、危険。間に合う、間に合う、あかん。これ、一回降りよう、もう降りよう。楽しいにゃーんじゃねえよ。よし。ふぅ、お疲れ、うっぷ。これ、ヘリコプターの、意味あるの?結局。なんか、別に馬でええやんってなんだけど。ねえ、なんか高台降りれんのかなと思ったら、結局降りられへんし、あ、なるほど。今までなんかみんな、天井に宝箱があったりとか、いろんなものあったよね。それって、要はここでヘリコプター使って、アイテム取れるんだ。なるほどな。謎はすべて解決したぜ。よし。さあ、そんな謎も解決したところで、じゃあガチャ引きましょうか。ガシャタイムスタート。今日こそドジラが、ファントム引くぜ。スノーラビットでもいいや。俺が欲しいのはその3体だ、まず。行くぜ。
じゃあとりあえず今日30回もう文句言わへんから30回聞かしてほしい。いくぜー、ダーツルエルと来い。来た、これ30。おお、マジ4回や。くそー、なんか30の近く行くんだけどな。俺小太郎を持ってねえな、そういや。あーダメだ、で激辛ボーイか小太郎を狙っていくか今回は。でまず小太郎行きましょう。小太郎2回ね、激辛ボーイ2回で行きたいと思います。さあ当たりますかねこれ。うわーダメだこれ、中当たりコース、あ行きすぎ、悲しみ。さあアイテムはどこけ、くそー、次次次次、まだ大丈夫だよ。小太郎狙いましょう。来てくれ、頼む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 。さあ、おーっとこれもあかん流れ、せめて中当たり、メラメライオン系のなんかが欲しい。違う、小当たり、つらい。当たらんようなってんじゃんほんま。ねえ俺毎日がガシャ引いて、なんでこんな当たらへんねん。もう激辛ボーイヤ欲しい。激辛ボーイヤなんかバッドボーイヤと似てるよね、見た目一緒かな、なんか色違い的な。よし、さあこれも結局は金当たらんから何でもいい。でもまた粗品、ちょっと粗品粗品小当たりってさ、なんかもう悪すぎひんかこれ。頼むでほんま、頼む頼む頼む。お、これいいんじゃない。あダメだこれ、戻れ、なんか演出起こって戻ってくれ、頼む。え、粗品何これ。何これ、なんか俺モチベなくすわこんな。もう知らんわ俺、もうもういいわ俺、用ニューヨーマシティ行ってくる、もう家でするわ、みんなバイバイ。ニューヨーマシティ第9章のストーリーをねようやく進める気になったので進めましょうか。あそうだ、よいしょ、お仕事させよう。あれお仕事中か今、よっしゃ、しゃないしゃない、忘れとった、させてた。それでは時計入っていきますね。よっぷるしゃ。冬にゃんがなんか助けてくれって言ったんだっけ。なんか違うな、UFO がなんか、世界中の人間とか妖怪を黒服にしてるんだっけ。あれ、マック?マクド?何してんのお前。うわー、ここがよっぷるしゃか、すげえな。マックは初めてか。いいとこだねー。あ、ジョーズさん。悪いが先は、私は先へ行かせてもらうよ。社長のマークに話がある。バイバイ。ジョーズ一人で行っちゃったな、にゃん。じゃ、社長室行こうか。なんか、妖怪ウォッチ強化してほしいな、そろそろ。A ランクにしてほしい。S ランクにも、って、まだまだ先かな。S ランクの妖怪も捕まえたいな。あ、なにこれ。いらっしゃいませ、ご利用ありがとうございます。あ!ランクアップできんの?やっぱ。イエイ。じゃあお願いします。また頼りない新人くんのところに行きますね。お願いします。A ランクデビース。5秒後にお話しかけください。この5秒後にお話しかけくださいっていうのがちょっと笑えるんだけど、これ。大丈夫なんですかね?うっす、じゃあお姉さん、5秒以上経ったよ。さあ、当社ラボの研究員に渡してきてください。オッケーでーす。さて、また、大丈夫かな?今度こそ。さあ、サクッと終わらせちゃいましょう。前回でなんか、たらい回しにされたんやったっけ?めんどくさかったな。さて、こちら側ですね。地下に行きます。こんにちは。妖怪ウォッチどれが好きって。俺、初代かな?やっぱ。ね、ウォッチ1って。まあ、俺、妖怪ウォッチと妖怪ウォッチゼロ式をダブルウォッチしてたからな、一時期。今度はインスタとかで上げとこうか。よし。チーズ、お出しします。あー、はい。僕が受けたまわりますでございますです。先日はどうもです。お世話になっておりますです。A ランクの評価ですね、お客様。大丈夫?完璧にウォッチランクの A の資格ありでございます。マジで?大丈夫かな?間違いないでございますです。書類書いて、今度ミスしないでくださいよ。もちろんです。あ、ここは抱えて。バッチリ、OK! あとは、承認でしたっけ?
忙しくて、また持って行ってもらってもよろしいでしょうか。怒られるで、また。今なら上司はカフェテリアにいると思います。さあ、書類持っていきましょうか。もうね、お客さんに、そういうことさせたら、絶対怒られるからね、ほんと。新人くん。しっかりしてくれよ。さあ、上司、おいっす。またですよ。おや、君はどうしたの？また許可ください。なるほど、またか。今回はミスがないはずでビーす。こりゃ無理だ。なんで？また無理壁？違うな。だって君、ウォッチランク A の資格がないじゃないか。え、資格って何？新人さんにあるって言われましたよ。よく言って聞かせておくよ。ウォッチランク A に上げるには実力も必要なんだよ。だから、テストを受けてもらう決まりなんだ。なんだそれ。何すればいいんでビーす。今から行おうか。あとで、ファインティングルームへ来てくれっていう。多分バトルやろな。A ランクぐらいの妖怪とバトル。まあ、でも、俺のパーティーだったら全然勝てんしょ。だって S ランクばっかだし。S ランクばっかで A っすか？ほんと。あー。やばい。面白さも S ランクだった。ういっす、やろうぜ。さあ、始めようか。何すんの？妖怪とのバトルだ。指定する妖怪とバトルしてもらうぜ。同じなんだね。簡単でビーっす。相手はそれなりに手強いって誰だろうこれ。ん？全然見えへんぞお前。あーなんか、ねえ、ぼちぼちって感じだ。A ランクの妖怪やな、ステーキング。よろしく。じゃ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  A ランク妖怪の強さ、解くとみよう。まあ、A ランク妖怪の強さよりもね、S ランク妖怪の方が強いってこと分からせてやるぜ。行きましょう。さあ、これもうちょっと眺めてるだけで勝てんじゃねえかなって思います。じゃあ、見ときましょうか。うーっす。頑張り頑張り。極楽、よし。あ、取り付くのはあかん。ちょっと取り付くはちゃんとお払いしてあげないとね。優しい男、俺。くそー。取り付く。取り付くの、この岩砕くのがほんと疲れる。うわ、全部外れた。焼き飯になっちゃう。うそやーもう。Lシャクレロ頼むわ、もう。落ち込むわ、これ。はい、じゃあもう一列、最強の布陣でいきましょう。この布陣は、Lシャクレロがすべての砲撃を受けて、あとはもうすべて、ね、見守るだけっていう、もう、クソみたいな布陣でございます。いきましょう。シャクレロの雄たけび。さあ、これで、守りが超アップしたぜ。何も効かへん、これで。避けるな、敵。取り付く。うおっと、ミス、よし、いいぞ。回復もありがとう。さあ、これで、おっと、まだやっつけれねえか、右のやつも。おっと、これはちょっと、トトロギの構えとかされてるんで、ブラスター決めちゃいましょうか。妖怪ブラスターセットオン。今回やってなかったからね。やっちゃいましょうか。それでは、どうしようかな。これでいこうか。薄手掛けスナイパーでいこう。吐いてる、吐い。はぁ、吐いてないやつや、これ。よし。よっしゃ。先生、一体やっつけよう。ひたすら打たすな。あいつはもうやっつけた。よいしょ。あかん、当たれ、当たれ、当たれ。当たれ、当たれ。よいしょ。当たれ、当たれ、当たれ、当たれ。当たれ、当たれ。まあ、一体やっつけたよ、これで。あれ、やっつけてない。決定力出てくれよ。さあ、トドロギの構え。これ、攻撃力アップやったっけ、確か。全体の。うわー、妖怪をチプリプリでもよく使ってたわ、これ。さあ、大滝の術。さあ、これでオッケー。やっつけた、トドロキ。決定力発動しなかったね。めっちゃサボっとんだ、あいつら。さあ、取り付く。うーわー、取り付かれた。これ、Lシャクレロがやられたらまずいね。ちょっと待って、ね、回復使わせて。いくらおにぎり使って、お払いもしときましょう。あんま回復せんけどな。カンフーマッハもっと回復しちゃってよ。よし。やっぱダメージ一瞬に受けすぎてんのかな。ちょっと前出るか、カルラちゃん。よし。じゃあ横の陣で行こう。ちょっと相性が悪いのかな。なんかダメージがあんま通らないんだよね、ほんと。で、ちょっと変えましょう。ガシャドクロの物理アタッカーで攻めてもらいましょうか。よいしょ。じゃあ攻撃ちょっと避けましょう。
えい極厚ウェルダーン。美味しそう。お肉食べたい。意外と強いね。ステーキングが本当にトボイド高い。お肉あ、お肉食べて体力回復って1回だけできるんだっけ確か。ずるいなそれ。痛い。うわあ、エルシャクエルいった。大丈夫だ。もうブラスター行こう。あ、これまず負けちゃう。マジで妖怪ブラスター頼りやん。 A ランク妖怪超強ない？これマジで。だからこれマシンガンで行こう。プリティマシンガン、プリティティティ。入ってるよ。はい。あ、入ってない。よし、やっつけちゃおう。さあ、お肉の人がね結構うざいから優先的にやっつけたいけど、動きが早いなぁ。 A ランクは全然当たれへん。全然当たれへん。嘘だろ。まあ、でもちょっと当たりだやろ。よし、さあこれ回復アイテムもちょっと使っていこう。なんかあれやな、結構むずいなやっぱ。よし、さあ助けが消えた。よしよしよし、よかったよかった。さあこれそうそう、カルラ帰ってくる、こさすか。そろそろカルラお祓いしましょう。剥がせ。カルラの攻撃力がないときついね。あ、これあげるズル、ありがとうコマさん。おー、陽気チェージ、チャージ。でも陽気ゲージあんまいらんねんけどな。ひひひひひひ。あの馬マガサスか、あれ。うわ、殴られた。カルラ殴るの禁止やって。なんでお祓いできへんの。あ、できた。あ、超ラッキー、出たー。147経験値もらった。やべ、みんな体力ピンチ。ナイスナイスナイス。カンマハ、さあ戦闘が相当長いね、これ。超強いわ。よし、さあようやくなんか落ち着いてきましたね。いや、この3体だな。さっき君やられちゃったけど力がアップ、どうでもいい。よし、くそー、戦闘長え。いつも一瞬で終わってる戦闘がなんかこんな長引くとなんかくそーってなるのよね、ほんと。でもラスボス戦とかも多分これぐらい手こずんやろな、ほんと。さあ、ようやくマガサスがやってきました。残ってるのは1体だけ。ステーキング、体力もうねえぞ。決めてやれ。よし、ダメージ入るやつ入った。ナイスパンチ、決定力出た。ナイス、俺たちの勝ちだ。妖怪ブラスターあれやな、動き的にはほんと当てづらいね。やっぱランク高なると動き早いからな。さあ、経験値1000ももらった。やば、あざす。うん、いい感じだ。合格だ。ウォッチランク A だよ。さて、またウォッチラボ来てくれよーって。またお使い、ここで。さあ、ウォッチラボ持っていきましょうか。いや、今回、よかったね。なんか、いろいろと。ウォッチャーだけでしたっけ。ねえ、ミスターから、酔い止めの薬もらってヘリコプター乗れるようになったし、ガシャはクソだったけど、妖怪ウォッチのランク A なって。頑張った。すいません。申し訳ございませんでした。忘れてました。気をつけますです。また怒られてる。ウォッチ強化してくれたらいいよ。今すぐにやります。新人君頼むで。A ランクだから担当の名前書いてと。よし、OK! チェックお願いします。うむ、問題ない。頼むで、ほんと。S ランクにしといて、むしろ。カチカチカチドン。普通に仕事してるよな、これ。いいな、こういう仕事場。さ、なんかエンター押しただけやぞ、今。カチッ。それできた？お、ありがとう。さあ、ウォッチランク上がった。イエーイ！やっと A ランク長かった。楽しみだね、また。お兄さん、ありがとう。いやいや、またのお越しお待ちしてますです。次は S ランクね。ランクアップの作業は手際がいいんだかな。他の部分も頑張りたまえよ。あ、アイース。新人時代はな、そんなもんやで。うん。
俺も人と喋るのはな、うん、新人じゃなくてもまだ苦痛やからな。よし、さあ経験値、でもめっちゃ経験値最近くれるようになってんけど、これレベル低いんかな。もう一体早く S ランク引きたいねんな、なんか強いの。ガシャドクロをそろそろ交換したいんだよね、なんか、あの強いやつと。ね、なんか、激辛ボーイでもいいし、いい感じのやつね。さあ、ミュージックカードゲットいらん。よし。さて、ね、大変またまた、今回も寄り道をブザ、寄り道をブザ、寄り道をしてしまいましたが、寄り道してしまいましたが、ね、次回、ヨップル社の社長に会ってストーリー進めていきましょう。お疲れです。